杭州アジア大会は6日、女子サッカー決勝で日本が4-1で北朝鮮を破り、史上初の連覇を達成した。後半に4点目を奪った直後には北朝鮮の武器が、懲罰交代、させられ、ベンチで涙するシーンも。地元の中国ファンも、怪我以外で武器が交代させられるのは初めて見た。監督は、敗戦はお前のせいだ、と言いたいのか、と驚きを隠せない。画像、 帰国後、何事もないことを願う。不当な扱いだ、中国ファンも心配、懲罰交代させられた北朝鮮武器が号泣する様子。北朝鮮への大歓声が沸き起こるアウェーで、前半は1対1の同点で折り返した日本。後半21分に左 CK から大沢春花のヘッドで勝ち越し。その3分後には、 18歳の谷川桃子が鮮やかなミドルシュートで追加点を奪い、27分にも千葉レミナが得点。リードを広げた。すると、直後の30分に北朝鮮武器キ,キム・ウンヒが交代となった。負傷していない武器を貴重な交代枠を使って変えるのは異例と言える。中国メディア、トラプーによると、試合後のリユイル監督は記者会見で、今日の決勝は試合に対する姿勢。 戦術の実行といった面で選手たちには良い,いパフォーマンスが多くあり、得点するチャンスもかなり作れたし、連携もよくできていた。選手はかなりうまく力を出していたと思う、としながら、ただ、ディフェンス、武器の面で問題があり、結果的にチームは敗れた、と指摘した。中国版 SNS、ウェイボー、にはファンの驚きの声が溢れている。一体どれだけ武器に不満があるんだ 客観的に見て4失点に武器にはそれほど大きな責任はなかった。どういう意味だろう。北朝鮮の女子サッカーは本当にリスペクトに値する。武器に帰国後、何事もないことを願う。武器まで交代させるなんて、初めて見た。日本に3つ連続でゴールを決められて北朝鮮が武器を変えた。珍しい。チームの失点が3を超えたのはディフェンスライン全体の責任のはず。 試合はたくさん見てきたけど、怪我以外で武器が交代させられるのは初めて見た。実に珍しい。監督は交代させることで、敗戦はお前のせいだ、とでも言いたいのだろうか。武器の女性は交代させられて泣いていた。北朝鮮は最初にゴールを決められた時に選手を変えて、戦術を調整すべきだったのに、監督が選手を変えたのは随分経ってからだった。それも、 交代させたのはなんと武器。北朝鮮はデタラメに騒いだ挙句、ゴールを決めることはできなかった。日本には敗れたものの、決勝まで圧倒的な強さで勝ち上がり、速さと力強いサッカーで沸かせた北朝鮮。最後はよもやの形で敗れた。